奇発足は鈴木タ科に分類される海水魚である。最大全長25センチメートル程度の中型魚で、黄色の地に暗色の帯が入る特徴的な体色を示す。インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、日本でも南日本を中心に見られる。近縁の布さらしと同様、皮膚からグラミスチンと呼ばれる粘液毒を分泌する。 食用としては不味だが、干渉魚として流通することがある。気発足は、鈴木木畑の気発足属ディプロプリアンに分類される。本種は1828年に、フランスの博物学者、動物学者ジョルジュ・キュビエによって初記載された。キュビエのこの記載は、ドイツの博物学者ハインリッヒクールとオランダの医師、生物学者、ヨハン・コンラート・ファン・ハッセルトが、 ジャワ島で収集した標本、及び彼らがその標本の記載を行った未発表の原稿に基づいたものであった。本種は、木八足族のタイプ種となっている。和名は、木八かと書き、身が煮えにくく、木が八かも必要であるという意味の和歌山県南部での故障を取ったものである。本種の幼魚を描いた図版、背びれの棘状が糸状に伸長する。本種は、 川平たして、やや体高の高い体型を示し、体長は体高の3から3.4倍程度である。体長は最大でも全長25センチメートル程度である。体はほぼ全体が串うろこに覆われる。背びれのトゲ上部と南上部の間には深い節国がある。腹気は長く、その先端は尻びれのトゲ上部を超える。背びれは8トゲ上、13から16南上からなり。 尻びれは3トゲ状、12から13難状からなる。幼魚では、背びれの2層トゲが、糸状に伸長する。体色は黄色で、暗色横帯が2本走る。そのうち目を横切るものは細く、体の後方にあるものは幅広い。それぞれのひれは黄色である。幼魚は、灰色から青色を帯びた体色で、体の後半部に黄色い部分が見られることもあり。 背びれのトゲ上部は黒色である。本種の幼魚は有毒で灰色の体色を持つ、イソギンポカのヒゲニジギンポ族の種に擬態している、可能性がある。本種は、インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。その生息域は、西は、モルディブやインド、東は、パプアニューギニアやソロモン諸島、ニューカレドニア、北は日本、南はオーストラリアまで広がっている。 オーストラリアでの生息域は、西オーストラリア州ロットネスト島から、ニューサウスウェールズ州のソリタリー諸島海洋公園まで広がっており、幼魚はそれよりも南方まで生息している可能性がある。タスマン海のロードハウ島からも報告がある。日本でも、南日本を中心に生息しており、琉球列島の他相模湾から、鹿児島湾までの太平洋沿岸などで見られる。 本種は沿岸の岩礁域、珊瑚礁域に生息し、岩の裂け目やホラー穴の近くにいるのも観察される。水深1から50メートルの海域で通常単独で泳ぐ。肉食魚で比較的大きな獲物を両額を突出させて丸飲みにすることができる。胃内容物を調べた研究によれば、本種は主に魚類や甲殻類を捕食するという。禁煙の布さらしと、 同様、ストレスを感じると、皮膚毒のグラミスチンを分泌し、手で捕まえるとドロッとした食感がある。本種に寄生する寄生虫として、カイアシ類の寄発足エラノミハシキアバイファーケイタが報告されている。食用としては風味である。それほど一般的ではないが、干渉魚として流通することがある。寄発足属ディプロプリアンキュビエ1828には、 本種を含めて2種のみが認められている。ありがとうございます。